さあ、それじゃあですね、方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当は林京子さんです。よろしくお願いします。イシリアビタン金曜日キムチョール林京子なといびんチューンユタサルグトウニギエサビン昼夜群がちる9日金曜日なといびんゴールデンウィークン仲良くいなてオラビンチャーや昼夜学校やいびさや天熊のやうて恋のぼりん一位むっちあがといびんラジオうちちみせるくすうよコロナ禍の手腕心配んあいびいしがルーがなさっし慈愛しくくるなどなどうと心穏やかに暮らちょうみせるくとにがといびん昼夜琉球新報新月24日日曜日24面の記事から続きさびら心震わす格言ボードちむんじかさりいるびくとばボード我笑や1ドルぬむとんねんてん100ドルぬでんにうちんうびんじゃすん時間の地形方やうぬままそのままぬちぬ地形方沖縄市久保田の断髪やレオンや18人の映画町屋の店の面会かきてうちえるいくつばゆしぐつ格言教訓でフィーグツ川て黒板会かちつみてつしみてらさ一隅照らそうんかい、トゥイクドーンで抜くと、地形とないうて、評判な遠いびん。断髪や、散髪や、はじめて、うう方70人な遠いびん。ファーフジから、雪がうやんかい、また、20人目から、雪がうやから、小長和也さんが、浮き地上いびん。うぬ二人あと、町や竹井系するバスに、不着との話物語んで、羽かすんでぬ思いし、はじみといびん。国場の立ちんかい55センチ、ゆくに85センチ、町屋のフェーリング地の入り口の三脚んかい立てかきていびん。休みの火曜日のふか、明日かきといびん。くんなげんの長さ、じじちょうせい。こんなに長く続いているのは、うちゃくのゆるくどおるようしの、あとうしのあて。話んもやがといびん。で、かずやさのお方といびん。みっちゃいのスタッフや、ともに、なあめいめいが、いくつばしゅうや、スムチ本雑誌でくくるんかいひびつるものいい文言や言葉いらりチョークサーに手書きそういびん近頃学士が何個いんシャメサーについがちょういびん学校んかいんかいる道やいびいくとわらびしーとんすうみ興味むっちつら調子がうっさいびんで、見口言われ、笑った表情の和也さん。栗からうちなんちのちむぐくるの熊通るこもっている、くがにくとば、格言教訓、いらり一部さいびんで、ちじきいるくくるむちくみといびいたん。琉球新報の記事の中からうつてきさびたん。短髪やレオンヌ三代目などを見せる小長和也さんやスタッフと魔順し町屋のフェーリング地の名のちむんじかさりいるいくつばボードンかいフィーグツカワティ黒板かいチョークし手書きソウルグトイビンこれからうちなんちのちむぐくるの熊通るこもっているくがにくとばんいらびんじゃちいち
ぶさいびんで、くくるむちかたとみせるぐといびん、楽しみやいびん、自分じかされる、ひくつばぼうど、にせいでいじる、じゅんうがいまでちちうたずにそうち、にせいでいじる。はい、今日の担当は林京子さんでした。